取れてる。よし、というわけで今回はまたアンダーテールグッズが届いたので、それをちょっと紹介していこうかなと。届いた時点でもうはみ出てたんだよね。飛行機の気圧かなんかでこうパーン弾けちゃったのかわかんないけど、トリエルが飛び出る。まあ別にうまくはないか。メインのものが出ちゃってはいるんだけど、まあ一つ一つ、取り出して紹介していこうかな。じゃじゃん。トリエルの人形。袋もおしゃれだね。いやちょっと開けんのもったいないやつだなこれ。このまま飾っておきたいね。切り取れるようになってるっぽいわ。合ってるこれ。合ってるかなこれ。合ってないかも。だからね、ビリってなっちゃいそうな雰囲気があったから。やっぱハサミ使おう。切り離しはせずに。じゃ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 。引っかかってる。ケツより抱き続けるんだ。オッケー。この優しそうな顔。お母さん感ね。で、お腹の部分には、あのね、語り継がられて、語り継がられ、語り継ぐ、語り、ん?なんだ?語り継がれて、語り継がれている、模様というかね、マークが入ってて、素材もすごい、ベロア素材みたいな感じですごいふわふわしてるわ。こう触ると、その方向に、こう、跡がつく。いい素材のやつね。まあ、これはちょっと部屋の隅っこになるかな。枕元に置きたいけど、枕元はちょっとあれだな、なんか、こう、万が一、こう、よだれとかついたら困るから。まあ、あそこの方、カメラには映ってないんだけど、向こうの方にいっぱいグッズを置いてるから、そっちに置くかな。そして次は、これ!じゃじゃーん!いや、もうこれ見ればわかると思うけど、まあ、洋服だね。T シャツ。で、2種類買って、両方とも、黒。まあ、グレーっぽいのと黒っぽいのかな。うん。で、今回ちょっとね、サイズが怖い。ここでちょっとね、心配要素。心配要素。心配要素。海外と日本で、そのサイズ感がちょっと違ったりするから、そのちゃんと、インチをセンチに変えて、こう、自分の、丈と合ってるかを確認して注文したんだけど、やっぱそれでも怖い。で、今回俺は、2X、まあ、XL の上かな。まず一つは 2X、 そしてもう一つは、3X、まあ、かなり大きめだね。 XL のもう一個上とそのもう一個上みたいな感じだね、大体。あ、でももうすぐ取り出せるようになってるわ。いや、サイズ感怖いね。さすがに慣れてるとはいえちょっと怖い。大きめに着たいから大きく頼んだから、着れないってことはないと思うんだけど。あ、いいサイズだ。俺がいつも着てるビッグ T シャツくらいのサイズだ。よいしょ。ベストサイズ。いつも着てるサイズだわ。だいたいこれぐらいだよね、いつもの。そのビッグ T の大きさって。プリントの方もちゃんとされてるね。その大きい T シャツ買うとさ、プリントがちっちゃくなっちゃうんじゃないかみたいな。ちっちゃく見えちゃうんじゃないかって思ったけど、まあ元々のプリントが多分でかいのかな。まあ大きいサイズで買ったとしても、このプリント自体があんまちっちゃく見えてないってのは嬉しいね。いやー、こういうとこもしっかり作られてるね。その T シャツの模様に合わせて、サンズのマークとか骨のマークが入ってたりするっていう。うわはは、かっこいい。すでにかっこいい。ちょっとガスターブラスターかっけえな。サイズ感が大丈夫か。まあでもやっぱね、2X の1個上だから、そこまでドカンとサイズ感が変わる感じではないね。あー、でも 3X も結構いい具合だな、これ。うん。丈というかね、ここの長さはそんな変わってないんだけど、やっぱ、完全に肘が隠れる感じ?いや、いいね。で、デザインはもう、サンズを全面的に押し出した。うん。骨と、ガスターブラスター。ちゃんとビームがこう、クロスしててね。うん。忠実な再現がされてて、で目が青くなってると。いいねー、かっこいいわ。 T シャツには、ステッカーが付属されてて、このサンズの T シャツには、このガスターブラスターのね、光沢が入ったこのステッカーが入ってて、でもう一つの T シャツの方にもステッカーが1枚。まあこんな感じだね。タイム。ちょっとさっき紹介したトリエルの人形なんだけど、注文するときに、エンハンスメントパックってのを、プラス1ドルで、なんかできるんだよ。それの内容がね、若干ネタバレになるんだけど、この、ソウルのステッカーと、フラウィーの、バッジ。いや、いいね。1ドルでこれがついてくるのは普通に嬉しいな。最後の1個、うん、今回紹介するグッズでは、これがラスト、うん、まあ、一見何なのかって感じだけど、まあ、すごく薄くて、中身は若干固め。さあ、何が出るか。いくぞ。じゃーん。
わかるこれ何か。 CD、アンダーテールの、アレンジアルバム、デターミネーション決意で、最初このアルバムジャケット見た時どういうデザインなんだろうと思ったんだけど、よーく見るとサンズの顔を見たくなってんだよね。まあサンズっていうよりは、まあ、骸骨の顔、うん、両サイドに生えてるなんか、枯れ木みたいのがなんか輪郭というかね、目元とかを作ってて、でカラスがまあ目玉で、根っこ部分みたいのが口元になってて、真ん中に生えてる一本の木が花、うん、いやよくできたデザインだよね。でしかも、アンダーテールのなんかテーマっぽい、そのアンダーグラウンド、なんか地下世界みたいな感じになってるっぽいんだよね、うん、もしかしたら違うかもしれないけど、まあなんかよくできた、考えられたデザインだね。で、中身、収録曲はなんか多分ディスク1と2になってんのかな、まあ、どっちにしろ、なんか2パターンがあって、でまあやっぱおなじみの曲がいっぱい入ってて、まあ、メガロバニアもちゃんと入ってるんだけど、まあ曲名が若干変わってんだよね、確かここにあるニヒリストっていうのがメガロバニアかな。ドーナルタイプ、ああこういう見開きタイプか、うわははは、すげえレッドとブルー、なんかおしゃれだね、うん、おお取り出せた。ちゃんとディスクにもデザインが施されてるね。かっこいい。かっこいい。あ、トリエル戦だ。というわけで、まあ、アンダーテールグッズ紹介第2弾は、まあ、こんな感じだね。で、多分、あと1ヶ月後ぐらいに、最後の1機が届くかな。まあ、それが届いたらまた、紹介できればなと。いやー、いいね。ちょっとこの後ディスクブルーの方も聞かないと。おしまい。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。パソコンから見ている人は画面に表示されている俺の顔をクリック。スマートフォンから見ている人は動画の下にあるチャンネル登録ボタンか、説明欄を開いたところにある URL からチャンネル登録をしてくれ。